カール・フリードリヒ・アルブレヒト・ホン・ブランデンブルク・シュベートは、ドイツ・ブランデンブルク・プロイセンの王族、軍人、ブランデンブルク・シュベート・ヘン教博・キフリードリヒ・ビルヘルム大戦帝国の孫で、西予派ネ騎士団ブランデンブルク王下区長を務めた。ブランデンブルク・シュベート・ヘン・キ家の、アルブレヒト・フリードリヒと、その妻で、クールラント公、フリードリヒカジミールの娘、マリードロテアの間の第二子、 次男として生まれた。プロイセン軍に入隊し、第一次、シュレジエンでは、グローガウ公爵領の占領、モルビッツの戦い、骨ツの戦いなどで先行を立てた。1745年初頭に上シュレジア侵攻を、指揮した際は、プロイセンをフリードリヒ二世から感情を与えられた。7年戦争では、フリードリヒ二世王の絶対的な信頼を重ね、 自分勝手な指揮を繰り返したが、ホフホキルヒの戦いやトルガウの戦いでは負傷したもの、目立った働きを見せた。高潔で、博愛主義の人物で、文芸や学識を好んだ人物とされている。1744年にヘッセンカッセル砲白、ビルヘルム8世の娘マリー・アマーリエと婚約したが、その直後に婚約者と死別し、生涯独身を通した。カール・アルブレヒトには、 ドロテアレギーナ・ブターという長年連れ添った愛人との間に一人娘のカロリーネがおり、母子は1744年に貴族に列せられて、フォン・カルロビッツ星を名乗った。カールは娘を自分の副官アルベレヒト・フォン・シェーン・ヒンター・グランハウ、伯爵に嫁がせている。ありがとうございます。